おはようございます。真鶴生まれ真鶴育ち草柳琴音です。今日は一日真鶴に暮らしている人も楽しめる街歩きに行ってみようと思います。まず最初は真鶴の駅前にあります、魚屋さん、お惣菜やお魚がたくさんある賑やかなお店に行ってみたいと思います。今日も一日よろしくお願いいたします。今日は私一人ではちょっと寂しいので、真鶴の先輩、真鶴でみかん農園をされている松本茂さんと一緒に街歩きをに行こうと思います。茂さん、おはようございます。おはようございます。今日よろしくお願いします。こちらこそ松本茂と言います。この街でずっとみかん園をやっております。今日はよろしくお願いいたします。とりあえずうちも食卓にここのアジフライが乗るな。はい、いいですね。おはようございます。おはようございます。こんにちは。美味しそう。やっぱりね、ここはね、金目の煮付けがね、最高なの。私も大好きです。おはようございます。今日のおすすめなんですか？もうね、今ね、魚が入ったばっかりなんですけど。わかる。きれい。あ、タチウオ。はいはい。これはワカメ？ワカメ。春だ。きれい。はい、ここマナスで揚がったスルメイカです。イカちょうど時期なのでね、美味しいですよ。わあ。わあ。私このタレだけでもご飯食べれちゃう。ねえ、やっぱりこの立ち上げるので出汁がよく出る。よく出てる。もう大好きだ。皆さん多めに行く方もいらっしゃるので大丈夫。ご飯にかけて。あれば多めに入れますからね。ありがとうございます。食べるときはお皿に移してレンジにしてください。つゆがいっぱいなのがいいよね。いいですよね。ひたひたに。わかめも買って帰ります。今測りますね。よいしょ。やっぱ一番美味しい食べ方って何ですか？私は味噌汁です。味噌汁、あ、美味しそう。そのメカブの部分も私大好きで、ね、刻んでね、さっと茹でて色がまたね鮮やかですから。鰹節とポン酢で食べるのが好きなんです。好きなんですけど。このお魚なんですか？これはね、カマスの天ぷらとアジの天ぷら。あー、美味しそう。私もカマス好き。カマスの天ぷらを4つ。あ、いいですね。午前中だとこう続々とお惣菜が出てくる。海に遊びに来た方もやっぱりこれ持って海まで行って、あ、じゃあ早速そうしませんか。今日はすっごい天気に恵まれて、もう空の青と青の青と真鶴ブルーで綺麗ですね。綺麗ですね。お林の緑もすごい綺麗、ね、私も毎年夏は必ずここがあれです。遊泳スポットです。そうですよね。家族で来てました。早速さっき買った、あ、食べますか？食べたいなと思っていいですね。海見ながら食べたいと思います。はい、ではいただきます。うん、おいしい。うん、めっちゃ美味しい。松本山地はもう家から見えますもんね。農園から、はい、農園から毎日、ね、相模湾が見えるから見てますけれども、ね、それでは真鶴ってさ、ちょっと角をこう曲がっただけで海が見えて、うん、ね、坂をね、坂を下ってる一瞬でね、見えるから、で全部景色が違うんですよね。うんうんうん、最高ですよね。最高ですね。真鶴といえば海、はい、そして魚、うん、魚といったらやっぱね、磯料理。これからちょっと聖徳丸さん行こうと思います。はい、実は私、学生の頃アルバイトでお世話になっていた。あ、そうなんですか。横浜の帰りとか、はい、こんにちは。はい、はい、私は久しぶりに。こんにちは。お願いします。お世話になります。はい、お上がりください。聖徳丸のおかみの優子さんです。名物おかみです。よろしくお願いします。こちらこそ。何が名物だかね。今日も楽しみ、はい、はい、よろしくお願いしますね。はい、どうぞ。じゃあお2階へ、はいはい、はい、お願いします、はい、海をもう一望できる。でも、はい、いつも見てる海なんだけどね、こう切り取ると全然違うんですよね。すごい。わあ、素晴らしい。優子さん、聖徳丸ってどういうやつですか？もともとはね、あの
ご飯屋さん、食事だけだったんだけど、ある日ある時からお客さんがこんないいとこだったら泊まりたいなっていう人がすごく多くって、それでこういろいろ旅館の許可を取って、それから始めたんです。だからね、もうでも30年、40年やってるかもしれない。ああ、そうですか。若い頃からやってるから。ご飯も食べれるし、泊まれるし。泊まれるし、何にも構わないで、静かにして、のんびり窓から外見たりとか、本を読んだりとか、とにかくのんびり質問してる。で帰る時に、ね、静かでごめんなさいねって謝るんだけど、そんなことないですよそれ楽しみに来てるんだからってよく言われますけどね、それは励みに頑張ってゆうこさんに会えるのを楽しみにしてる人もねいるのよ、それがねそうそうそう、毎月毎月ね、こんないいとこだからね、みんなに来てもらいたいし ね、はい、お待たせしました。うなのり、はい、ですか、エビ付き、アワビ付き、地魚、朝どれのお魚たちです。すごい、美味しそう。ネームもついてるんだ、はい、これね、意外にネームのついてるそれよりさ、ないんだよね、当てされたら困ります。これが書いてあるところはね、ないんだよ。お尻になっちゃうとわからないしね。あー、美味しそう。いや、今日はごちそうさまでした。ありがとうございました。ありがとうございました。聖徳丸さんの旅のテーマは何ですか？こんなとこだけど何にもしないお家に来てください。のんびりできますよ。のんびりね、海見ながらね、うん、はい、ぜひまたお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。どうも、皆さんも真鶴に何にもしないお家に来てください。お待ちしてます。はこの道をずっと登っていくと、真鶴のお囃子と呼ばれる緑がたくさんの森の中にやってきています。ここはね、はい、よくほら魚月、魚月保安林って言われるところで、うんうん、国から指定されたところなんですよね、はい、この大きな林が海に影を作るんで、うん、その影に魚が集まる。これだけの林を持ってるんで、うん、これだけのなんていうんですか、栄養分が海にこう、うん、流れていくじゃないですか、はい、だから海の恵みを求めてまた魚も集まってくる、うん、真鶴は魚が獲れたり、うん、そう、あの水がさっきも透き通ってて綺麗だったりっていうのは、お囃子があるから、そうですそうです、まあ、海と森っていう関係でね、はい、ずっとこう長い間うまくバランスが獲れてやってきた町なんですけどね、うん、いや、ここはね、おかみちゃんに見せたかったのはね、このクスノキのね、樹幹っていうやつなんだけど、はい、クスノキはね、木で影にならないように葉っぱと葉っぱのね、ぶつかってないんだよね、こう見ると、うん、うまく間を空けて上手に光を取り入れて育ってる植物なんですよ。うん、これはクスノキ、これはシイ。都会から車でね、1時間半ぐらいでこれだけの、あの緑豊かなエリアに来られるってなかなかないですよね。ねえ、ないですよね。ね、海は山の恋人って、ね、というふうに言われたりしてますけれども、はい、あの漁師さんたちも山をこう守っ、あの山の神様を祀って、はい、こういう緑を守ってるところがあるんですけれども、ここが山の神様という。で、はい、ね、漁師さんたちが崇めてるとこなんですけど、行ってみましょう。行ってみましょう。あ、日が差して明るくなった。鳥居から。ちゃんと鳥居から入ってみましょう。はい、ここはね、漁師さんたちが何ですか、海の安全とか大漁を願って。うん、祀ってある山の神さんで、はい、うちの方にある山の神さんは、はい、今度はそれは石屋さんがやっぱり山の安全を守ってる山の神、山の神、あります。はい、こちらはじゃあ海の、海の神ですね、先ほど真鶴の山のことをしげるさんに教えてもらったので、せっかくなら海のことも知っていきたいなと思いまして、
今日は地元の漁師さんにお話を伺おうと思います。地元の漁師の水木さんです。よろしくお願いします。気持ちいいですね。すごい、なんか船に乗る機会めったにないのですごい嬉しいです。でかくなるんだよね。すごい。1キロぐらいになるんだよ。ほらでかいでしょ。でかい。もう手より大きい。あの食べ放題はさ、あれはマガキなんだよ。あ、そっかそっかそっか。別にあんだよ。立派だね。こっちが美味しいんだよ。お邪魔します。あ、本当だ。さっきもこれぐらいあったね。あ、見ましたね。すごい。やっぱお寿司屋さんとか。はこういうの。ああ、Lサイズで。こっち屋外っていうのはもう明らかにちっちゃいやつ。ええ。うんと、これまた海に戻せる。あ、そっかそっか。水入れとか生きてるんで、また海に戻って大きくするもう一年待つ。周りで見てるとさ、ヤギの肉高いなと思うけど、うん、でも実際は岩ガキの方が大きくて、うん、中身も美味しいし、うん、ね。詰まっててさ、みんながよくこう乗せてるようなのはマガキってやつですね。そっか、やっぱより特別感が出るなっていう。真鶴はさ、細いこういう路地の道たくさん多いんですけど、はい、これをこう瀬戸道って言うんですよね、うんうん、でこういう民家が瀬戸道、うん、近づいてきて、はい、なんかこう人々の生活がこうなんか身近で感じられるようなこんな町の姿が真鶴町の特徴かもしれませんね、うん、落ち着きますね、近所が近くて。真鶴といえばやっぱ魚、明治から創業されている干物屋さんに干物を、はい、頑張って新しく作ってるということで、これから行ってみたいと思います。こんにちは。こちらがウォーデンの5代目の龍馬さんです。あ、龍馬さんとはね、町の会議と一緒になって、いろいろ町づくりで、はい、一緒に、ね、一緒にやっております。そうですね、よく存じてすごい魚、アジですか。すごい太ってますね。ね、脂ありますよね。美味しそう。干物作りの面白さって何ですか。面白さ、まあ、魚によってやっぱり脂の乗り方とか身の厚みとか全部違うから、うんうん、そのシーズンシーズンによって魚が全部違うから、うん、やっぱり開いてても、うん、このシーズンの魚は当たりだとか、うん、同じものありませんもんね。あ、すごいな。龍馬さんはほら新しい干物って時々はい、いろんなところで見かけするんだけれども、すごーい。すごーい。これがアジのハーブ、うん、金目鯛のハーブがあって、サバのチョリソ味、で銀鮭のハラスのチョリソ味、はいはい、サバの黒七味、はい、これうちのみりん干しがベースになって、みりん干しがベースになるんだ。みりん干しのベースが多いです。ご飯、ね、何杯もいけちゃう、はい、あるな、この5種類。この5種類、龍馬さんが新しい干物を、はい、作ろうと思った最初のきっかけって何ですか。そうです、まあ、干物自体がやっぱり全国的に家庭で食べられなくなって販売してる最中でもやっぱり干物を食べない、干物自体食べたことがないっていう人がいろいろ聞いてて、何か食べてもらうきっかけにならないかなっていうところがまず1点、あとは、まあ、渋谷で販売してた時に笑われたっていう
若い子たちに煮物売ってる。悔しいっていうのもあるし、なんかどういう、どうにかして若い子たちとかにも食べてもらえるような、なんか着物作れないかなっていうところがスタート。スタート。もう、ほんと、和でもいけるし、洋でもいけるし、でも私たち世代がこう、手に取りやすい感じの。それを目指して。目指して。すごい。早速じゃあ私も作ってみようと思います。はい、ぜひ食べてみて。はい、ありがとうございます。はい、今日はあの海も山も両方回りましたけど、もう楽しかったですね。いろんな人に会えて、最後にあの真鶴の駅前にある居酒屋さんで、みんなに愛されてるお店ですね。富士食堂でご飯を食べようと思います。はい、真鶴の駅前の富士食堂の中井さんです。どうも、お世話になってます。町内外愛されている真鶴駅前の居酒屋さん。はい、はい、はい、今日は一日真鶴を回ったので、せっかくなので富士で地元の食材をいただこうと思います。まずこちらからが、生玉ねぎ&生わかめです。でこちらが二頭さんで見たメカブとナマコの酢の和え物とアジとイカのたたきになります。ではせっかくね、早速いただきましょう。いただきます。いただきます。いやこれさ、たたきって、はい、あの琴音ちゃんのお宅ってさ、何ベタベタになるまで叩く？いや、もっとね、身が見えるような感じ。ところがさ、俺のお袋は真鶴の出なんだけど、はい、俺のおばあさんはこうベタベタになるまで叩くのよ。そうするとね、結構美味しいんだよ、ね、食感が。そう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 、なめろうみたいになって、うんうんうん、いやこれ真鶴の昔の感じだなと思って今ね、思ったの。叩いてさ、すごい柔らかい。ペタペタにしてさ、また叩いてさ、はい、で結構ほら、大あの磯遊さんで出るやつなんてもっと大きいじゃん。はい、もっと大きいですね、魚の感じは。あんな叩かないのにさ、なんかね、昔のね人さえね、こうやってね、何回も叩いて、ね、叩いても柔らかくなるまで。そうそうそう、私もいかない。うん、美味しい。違うでしょ、口の中でスーッと溶けちゃう、溶けちゃう。大きくカットしたのとは違うでしょ。違う、美味しい。まあ、私にとってはね、懐かしい味なんです。ソウルフードみたいな。ソウルフード、うん、美味しい。なんかやっぱ海見てきたり、漁師さんに会ったり、なおさら美味しい。なおさら美味しい。わかめどうですか？美味しい。美味しい。私もこの町に長く住んでいますけれども、改めて今日町の中を歩いてみて、非常にあの緩やかな時間が流れてたんですね。でいつも車で通るだけで、ゆっくり眺めることもなかったんですけれども、今日改めて、それこそゆっくりのんびり海を眺め、磯料理を食べ、過ごしてみると、改めてこの町のこう奥ゆかさ、奥深さみたいなものをすごく感じました。でこういう、これといってあの大きな、娯楽施設はないんですけれども、このゆったりのんびりするその気持ちが、あの今はとってもこういう時代希少になるんじゃないかと改めて、ね、感じた次第です。今日一日真鶴を回ってみて、本当に海も山もと自然の恵みがいっぱいの場所なんだなっていうのを改めて感じました。実際にお林を歩いたりとか、海に座ってこう眺めたりとか、船に今日特別に乗せていただいて、あの養殖場を見たりとか、こう肌で感じられる自然がこんなに近くにあるんだなっていうことに、すごく幸せな、あの日常が近くにあるっていうことが幸せだと思いましたし、そういう場所にやっぱ行きたい友達とか家族とか、そういった人たちとこれからも真鶴での暮らしだったり、真鶴に遊びに来てくれた人を迎えたりとか、まあ、これからやっていけたらいいのかなと思います。
ありがとうございました。